こんにちは、カオルンです。本日は桑田佳祐さんの平和の街、こちらのギターコード徹底解説やっていきたいと思います。イエイ。この曲はですね、損保ジャパンという保険会社がやられている CM の主題歌となっております。こちらにね、桑田佳祐さんご本人も出演されていてね、様々なね、コミカライズなね、楽しい演技をされています。結構ね、楽しいです。そんな CM にね、ぴったりなちょっとミドルアップテンポな曲となっております。今回もですね、初心者の方にとってわかりやすいね、動画になるようにね、徹底的にポイントを解説していきたいと思いますのでね、ぜひ皆さん頑張っていきましょう。ということで、まずはイントロのフルのね、演奏動画から見ていってください。どうぞ。イントロの解説やっていきたいと思います。まずコード進行の方ですね。こちらでお伝えしたいポイントは3つございます。まず1つ目、それは最初に出てくる G コード、そして G7 コードの切り替えをスムーズにやる方法になります。これね、よく見ていただくとね、ほとんどね、 G コードと G7 コードで押さえ方がね、変わらないんですよ。唯一違うのが、1弦で押さえているやり方がね、ちょっと違うといった感じになってます。なので、G コードから G7 コードに切り替えるときは、最初ね、G コードのときに薬指で押さえている1弦の3フレット。これをね、G7 のときは人差し指を1フレットに、まあ、切り替えるというところだけ気をつけてもらってね、他の指はもう押さえっぱなしっていうのがね、こう切れ目のないスムーズな音になります。二つ目のポイントといたしまして、その次に出てくる Cm7 から Cm-Eに切り替えるスムーズな方法になります。こちらも先ほどの G コードから G7 コードに切り替えるね、まあ意味と同じように切れ目のないようにね、切り替えていきたいと思います。こちらもよく見ていただくと、まずね、2弦ですね。こちらが Cm7 の時は開放を抑えない。あとはね、6弦をね、親指でね、鳴らさないように軽く押さえてミュートをしていました。これに対し Cm-Eはですね、まず2弦を人差し指で1フレットを押さえる。そして6弦はね、今回 Cm-Eということで E がベースなので、ベースの音ってね、皆さんご存知の通り、まあ結構低い音をね、イメージされると思うので、まあその通りでして、ギターでも一番低い音になっている6弦。こちらをね、E の音になるようにね、作っていくので、元々の開放弦がね、E の音に6弦はなってますから、押さえない、親指は離すといった感じのね、2箇所だけ変えてもらって、あとはね、変わらないっていう感じにしてもらえれば、切り替えるときスムーズになると思います。続いて3つ目に気をつけていただきたいポイントが、イントロの後半に出てきます、Cm7、こちらのコードになります。こちらね、見ていただくと、この人差し指でね、ギターの全体を押さえていますよね。こちらね、いわゆる制覇コードと呼ばれるコードで、ギターのね、初心者の方がちょっとだけね、つまずきやすくてね、ここでね、やめてしまう方もね、結構いらっしゃるので、こちらね、練習をお伝えしていきたいと思います。こちらね、押さえるときは、なるべくこの人差し指と他の指はね、同時、またはね、人差し指を若干早く、まあどちらでも大丈夫なんですけど、最低ね、同時に押さえるようにしてみましょう。それはね、なぜかと言いますと、ギターってね、弾くときってね、基本的な考えは上から下にね、下ろすダウンストロークっていうものがあるんですけれども、このね、ダウンストロークのときに一番最初にね、鳴る音っていうのが一番低い音をね、担当しています。6弦になります。今回の Cm-Eはね、6弦はね、弾かないので、まあちょっと軽く押さえてね、ミュートをするんですけれども、次に低い音っていうのがね、5弦になりますので、この5弦を担当しているのが、この人差し指になるので、まあなるべくね、こう指が裂けそうな感じがあるかもしれないんですけれども、一緒に押さえるように気をつけてみてください。さあ次にストロークやっていきましょう。イントロで出てくるストロークはなんと4種類ございます。結構ね、多いんですけれども、イントロで出てくるね、ストロークが一番多いので、ここでね、やっちゃえば、まあ、他の A メロ以降は、同じもの、またはね、新しくてもね、ちょこっとなのでね、ぜひね、頑張っていきましょうね。
一つ目がイントロの大半を占めておりますやり方になります。最初の G コードを使ってやっていきたいと思います。ゆっくりやると鳴らすすかす鳴らす鳴らす鳴らすすかす鳴らす鳴らす鳴らすすかす鳴らす鳴らす、こちらのやり方になります。数えながらやるといいかもしれません。二つ目がイントロの最後から数えて3番目に出てきます D コードになります。ゆっくりやると鳴らすすかす鳴らす鳴らすすかす鳴らす鳴らす鳴らすになります。そして次に出てくる Am、 こちらが3つ目のストロークになります。こちらはそんな難しくないと思います。 1,2 と数えながらね、2回ダウンストロークをやってください。そして最後4つ目に出てくるのが最後の D コードで弾くストロークになります。こちらね、ただ上から下にね下ろすダウンストローク、こちらを1回やるだけになります。 1,2 と数えながらね、1の時だけ鳴らして2はね休むといった感じになります。 1,2,1,2,1,2。 さあイントロが終わりましたので、次はね A メロやっていきましょう。まずはねフルの演奏から見ていってください。Aメロやっていきましょうとね言ったところなんですが、今ね皆さんに見てもらったばっかりなんですが、もしかしたらね気づいた人がいるかもしれない。もうね出てくるコードもねそんな難しくない同じようなやつと、あとはねストロークも今ねイントロでやったものをね使えばねできるんですよ。なので A メロはねイントロ皆さん頑張ってくれたというところで飛ばしちゃいます。絶対ねできるんでやってみてください。なのでそのまま B メロ行ってみましょう。フルの演奏を見てってください。どうぞ。さあ B メロの解説やっていきたいと思います。まずはねコード進行です。コード進行でね気をつけていただきたいコード、こちらはね2つございます。それが B マイナーコード、こちらはイントロで出てきました C マイナーセブン、こちらと同じように正破コードになっておりますのでね、やってみてくださいね。多分できると思います。そしてストロークがねなんと5種類あるんですけれども、こちらね安心してください、5種類あるんですが、3つはイントロで出てきたものとね同じなのでね飛ばしちゃいます。2つ新しいのがありますから、そっちをね見ていきたいと思います。まず新規1つ目のストローク、こちらが B メロの始まりの B マイナーコードからねやっていくので、このね B マイナーを使ってお見せしたいと思います。こちらよく見ていただくと、イントロで出てきた最後から3番目の D コードで使っているストローク、これのねちょっとね1回だけダウンストロークを抜いたねやり方なんですよね。ゆっくりやっていきますと、鳴らすすかすすかす鳴らすすかす鳴らす鳴らす鳴らすになります。そして新規2つ目のストローク、こちらが F コードと、あとはね2つ先ぐらいに出てくる C コード、こちらで使うストロークになります。こちらもねめちゃくちゃ簡単なんですよ。ただね上から下に下ろすだけのストローク、1回だけ弾くストロークになります。
ただ先ほどと違ってね、待つタイミングがね、結構長めなので、まあ、1、2、3、4とね、4まで数えてる間の1だけ鳴らすといった感じになります。2、3、4の時はね、休んでください。1、2、3、4。1、2、3、4。1、2、3、4。そしてちょっとだけポイント。B メロはね、最後の方をね、少し弱めた状態で弾いてから最後、本当にサビに入る直前のこの A マイナーの時にね、バーンとね、弾くとね、いいかもしれません。B メロってね、サビ前のちょっとしたね、静けさみたいなところがあるので、このね、後半の方ね、静けさの感じでね、静かに弾いていきながら、サビの直前でバーンと弾いてもらうと、まあ、聴いてて盛り上がる感じになると思います。さあ、次にサビに行ってみましょう。目玉ですよ。さあ、まずはフルの演奏から見ていってください。さあ、サビの解説やっていきたいと思います。サビで気をつけるコード進行は G on D というね、コードになります。こちら押さえ方がね、ちょっとだけ難しくて、まあ、そんな慣れれば難しくないかもですけど、この小指でまずは一番下の1弦を3フレット押さえます。で、その状態で上の方にある5弦と6弦、こちらをね、親指でね、こう、ちょっとね、こう無理やりね、縛り付けるような感じで、押さえて、軽く押さえて、ミュートをします。5弦と6弦は鳴らさない。そして、ストロークで気をつけるポイント、こちらもね、G on D コードになります。今までは、1、2とかね、1、2、3、4でね、数えながら、こうね、コードを切り替えていったと思うんですが、ここはね、1、2、3、4とね、数える間に6回ダウンストロークをします。なので、1.5 倍ね、早く弾かなくちゃいけないっていうね、ちょっとリズムが取りにくい感じになってます。なので、数えながらね、1個前の E マイナーからやっていくと、E マイナーはね、1、2、3、4になってます。1、2、3、4、1、2、3、1、3、1、2、3、4。ちょっとね、数えながらやるといいかもしれません。あとは1、2、3、4、5、6じゃなくて、1、2、3、1、2、3っていう言い方にすると結構スムーズにできると思います。あとはこの G on D を弾くときはちょっとね、強めに弾きましょう。音源をね、聞く限りだと結構力を入れてるような感じがするので、思いっきりね、弾いちゃってください。あとはサビの最後に出てくる今日生きようというところなんですけど、ここね、ノンコードといって、軽くね、弦全体を押さえて鳴らないようにします。でね、これを押さえるときに1個前の D on F シャープでね、ガンガン鳴らしているので、鳴らした後にね、こう NC にするために、ノンコードにするためにね、軽く押さえようとすると、こうね、バンとね、押さえちゃう時があるんですけれども、そうするとね、静けさがなくなっちゃうので、まあ、ちょっと難しいんですけど、そっと押さえるような感じでやってみてください。それでは長くなりましたが、まとめに行っていきましょう。どうぞ。はい、ということで今回は桑田佳祐さんの平和の街、こちらのギターコードを徹底解説やっていきました。皆さんいかがだったでしょうか。出てくるね、コード自体はね、そんなにね、難しいものはなくて、基本的なね、ものが多かったと思います。まあ、制覇コードの中の Cm7 とかがね、ちょっとだけね、練習が必要かもしれませんが、そこら辺はね、他の曲にも使えますので、ぜひやってみてください。一方で、ストロークの方はね、たくさんバリエーション出てきましたよね。まあ、一個一個ね、そんなに難しいものではないんですけれども、まあ、これだけね、バリエーションを覚えておけばね、他の曲でも今回の平和の街でもね、聴いてる人がね、飽きない。やっぱりね、楽しくね、弾けてるような感じがしてね、聴いてる側がね、楽しめるといったね、バリエーションになってくるので、ぜひね、皆さん、習得してみてください。ということで、今回もカオルンチャンネルご視聴いただき、本当にありがとうございました。
カオルの動画楽しかったよ、面白かったよ、役に立ったよと思ってくださった方、ぜひね、チャンネル登録、グッドボタンよろしくお願いいたします。カオルンチャンネル、コツコツですけれども、チャンネル登録者1000人をね、目指して頑張っておりますので、ぜひ皆さん応援お願いいたします。それではまた次のカオルの動画でお会いしましょう。見てくれてありがとう。それでは、バイバイ。